三沢飛行場、三沢飛行場、三沢飛行場は青森県三沢市にある飛行場。航空自衛隊とアメリカ空軍が使用し、同時に民間空港でもある飛行場である。三沢基地ベースとも呼ばれるが、一般に三沢空港として知られる。三沢飛行場、三沢空港は青森県の太平洋岸東南部にある三沢市の市街地の外れ。 地域のほぼ中央に位置し、三沢市中央部までバスで約15分、青森県東部の玄関口となる空港であり、また、本州の空港としては最東端に位置する。飛行場の施設については、日本政府防衛省装備施設本部、東北防衛局、三沢防衛事務所が設置し、アメリカ軍が日米地位協定第3条に基づき管理している。 民間定期便が乗り入れるため使用されているエプロン、航空旅客ターミナル等、民港ターミナル地域については、国土交通省東京航空局及び民間事業者が設置及び管理を行っている。国土交通省が管轄する総面積約10.7ヘクタールの民港ターミナル地域が、三沢空港である。民間航空機の中期スポットと滑走路、誘導路との間は、 電動ゲートで仕切られている。滑走路は東西に近い10、28方向に3050メートルであり、滑走路の両側に2本の平行誘導路を有する。着陸帯の幅は300メートルであり、景気侵入に対応している。ILS は滑走路10及び28に、カテゴリー I が設置されている。2002年12月1日に、東北新幹線の森岡八の閉館が開業。 新幹線、早手が、八戸駅東京駅間を最速2時間56分で運行している。運行、運行便数の差や八戸市内へのアクセスの利便性では、東北新幹に劣るため、東京国際空港線は、減便、機材の小型化、A300 から、新幹線開業当時は、マクドネルダグラスの MD-81、MD-87、MD MD-90 に変更。現在はボーイング737から800。2014年4月以降は、エインブライター170もがされ、旅客数も約4割減少している。三沢市では、東京便4便体制復活や、第二滑走路の整備を県などに求めている。近年の旅客数は、東北新幹線の競合とされる影響から、減少傾向にある。年度は、 国内265,399人、国際582人。一方で、2013年には、大阪、札幌、函館線が新規、または復活就航している。日本の民間航空会社に割り当てられた発着枠は、1日、最大7便となっている。アメリカ空軍の戦闘機部隊が駐留しており、主に、ロシアや北朝鮮への備えを行っている。 三沢に駐留するアメリカ空軍を北の槍と呼称することもある。また、近くに三沢大地車爆撃場、リップソレンジや広大な訓練空域があるため、航空自衛隊や在日米軍の訓練で頻繁に使用される。もともと軍民共用で使用されていたが1965年、昭和40年、民間機の利用中止に伴い、民間航路は、 海上自衛隊航空基地八戸飛行場に移転した同飛行場は新たに軍民共用となった。10年後の1975年、昭和50年、民間航路が八戸から三沢飛行場に再移転され、再び軍民共用として利用されている。八戸飛行場は再び軍用に戻っている。この後、三沢飛行場には隣接して、青森県立三沢航空科学館が整備された。 として、なお、軍民共用という特性から、空港施設、ターミナルビルや敷地境界付近からの飛行機等の撮影には制約が多い。航空自衛隊では、三沢基地と呼称し、基地指令は、航空自衛隊、第三航空団司令が兼務する。第35運用軍から35トン H オペレーショングループ、敵防空母制圧、シードを、 主任務とした第五空軍第35戦闘航空団が1994年10月1日より駐留 F-16CD を使用対戦紹介、電子情報偵察などを任務とするアメリカ海軍の飛行隊も駐留している。近くの姉沼のあぜには姉沼通信所、三沢安全保障作戦センター、マサック、旧三沢暗号作戦センター、 通称セキュリティヒルがあり、アメリカ空軍の電子保安中隊が管理し、アメリカ軍とアメリカ国家安全保障局、NSA が使用している。直径450メートル、高さ36メートルにも及ぶ、世界最大級の外周を持つ、ゾウ王の檻、ワランウェッパー、アンテナ、現在解体中があり、日本の周辺国の通信の傍受を行っていた。また、姉沼通信書、 飛行場、大地車爆撃場内には多くのレドームが点在し、米国の軍事衛星との交信や軍事衛星通信の傍受、受動型マイクロハレーダーにより人工衛星を追跡している。欧州連合や専門家はこれらの一部がインテルサットなど民間衛星通信の傍受にも用いられ、アングロサクソン諸国の世界的通信傍受、ネットワーク、エシュロンに関わっている。 可能性を指摘している。アメリカ合衆国連邦政府はエシュロンの存在自体を認めていない。八戸市には八戸貯油施設があり、タンク8個に三沢飛行場で使用する航空燃料8万バレルを貯蔵している。航空燃料はパイプラインを使って八戸貯油施設から三沢飛行場まで直接運ばれる。2006年6月までは本八戸駅から三沢駅まで 八戸線、東北線を経由し、三沢駅から基地までの専用線を経てのジェット、燃料輸送貨物列車、ベータンが不定期ながらも設定されていたが、同月廃止された。津軽市車力基地区の航空自衛隊車力分屯基地内に設置、運用されているアメリカ軍の弾道ミサイル早期警戒レーダー、X バンドレーダーは2006年6月に三沢基地から搬入された。 三沢基地がレーダー運用の広報支援の拠点となる可能性も指摘されている。基地内にアフンミサーウビ放送局がある。1575kHz、600W で、三沢市周辺でも AM ラジオ放送の聴取が可能。米軍の福利構成施設として飲食店やスーパーマーケット、映画館等のほか、ジムや大型の体育館が基地内に併設されており、 基地内に自衛隊及び米軍関係者のみが利用できる移動売店が存在しており、いわゆるアメリカンサイズと呼ばれる大きめのジュース、菓子類のほか、サンドイッチ等の軽食を買うことができる。アメリカ軍三沢基地報道部によると、F-16 戦闘機12機と整備要員100人が2007年1月16日、イラク戦争に出動、中東地域のイテロ作戦に参加し、 同年10月に帰還した。イラク出動中の2007年8月12日に、同部隊の F-16 戦闘機4機がイラクから直接アフガニスタン東部の反政府武装勢力タリバンの拠点を夜間に精密誘導爆弾で攻撃する作戦を行ったことが分かった。この作戦は13回にわたって空中給油を受け往復約6 8 0 0トル。 6カ国の上空を通過する11時間に及ぶ小型の戦闘機としては異例の長距離飛行で、このことは日本の中流部隊が米空軍の世界戦略でア・グローバルストライクシステムズ全地球規模での長距離先制攻撃の役割を担っていることの証明であるとされる。2007年11月6日にはミサイル防衛システムの地上構成要素である アメリカ軍の早期警戒衛星からの情報を受信する設備 j a t a スジョイントタクティカルグラウンドステーションが設置された。2014年5月30日、三沢基地に配備される米軍グローバルホークの機体が公開された。2018年2月、三沢基地所属の F16 戦闘機が離陸直後に燃料タンク2個を 東北町の小川原湖に登記した事故で、2018年11月20日、エンジンに誤って取り付けられた、旧式の部品が破損し、エンジンから発火したことが原因とする事故、調査委員会の調査結果が公表された。毎年初秋の9月頃に、航空祭を実施され、三沢基地所属機による展示飛行、ブルーインパルスの展示飛行の他に、田基地からの外来機の地上展示、 各種イベント等が実施される。1994年は35年ぶりの来日となるアメリカ空軍局技飛行チームサンダーバーズの西太平洋ツアーに合わせ当初9月15日であった開催予定を早め8月10日水曜日に実施ブルーインパルスとサンダーバーズが初共演した。2004年の西太平洋ツアーで来日したサンダーバーズは 三沢基地を日本拠点として100里浜松へ展開したが悪天候でフライトディスプレイはキャンセルされ三沢でも航空祭とは別にフライトディスプレイの予定があったがこちらも悪天候でキャンセルされた2009年は10月18日に開催されサンダーバーズが西太平洋東アジアツアーの一環でフライトディスプレイ展示飛行を行った 空港ターミナルビルは滑走路南東側の民工用エプロンに接して一棟あり、地上3階建て。内部は国内線の設備のみ備えている。ボーディングブリッジは1機を備える。自治体及び運航会社と385企業グループなどの地元企業が出資する三沢空港ターミナル株式会社が運営している。駐車場は有料駐車場が 約300台設置されている。日本航空は JA よび北海道エアシステムの機材、乗務員で運行する便がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。